フレールフレールは、連接根もしくは、連接根棒と訳される、柄の先に鎖などで打撃部を接合した、打撃武器の一種。もともとは、農具で穀物の脱穀に使われていた、穀像が原型となっている。柄となる長い根棒と、穀物と呼ばれる、打撃部分、それらを接合する継ぎ手から構成される。継ぎ手には鎖や金属管が扱われるが、革や紐を使用したものもある。 多くのフレールでは、穀物は柄と一体一組になっているが、複数の穀物を一つの柄につないだものもある。特に穀物が棒状のものをフレールとし、球形の穀物と長い継ぎ手を持った種類を、モーニングスターと呼び区別する場合もある。穀物の柔軟性のある動きが武器として、大きな特徴となっている。柄を持ち振り回して叩きつけることで、穀物は継ぎ手を軸として加速される。 それにより高い打撃力を生み出すと同時に防御しづらい攻撃ともなっている。ただしこの動きは短所でもあり、普通のオーダー用のコンボ類と比べて扱いが難しく操作を誤ると周囲や自分自身すら傷つけることもある。特に継ぎ手を長くすれば威力は上がるが、扱いはより難しくなる。また、その武器としての構造上、 集団での密集戦法や乱戦には不向きと言える。このような打撃武器は頑丈な鎧を身に着込んだ相手にもダメージを与えることができる。フレールはフス派のような農民軍が騎士に対抗する最重要な役目を果たした。元々は穀物の脱穀に使われていた陶像が起源で米、麦を主食とする文化圏で用いられていた農具である。中国において 武器としての設立は早く、牧師には当時の紀元前の戦国時代において工場戦での防御武器として本格的に用いられていた記述がある。西欧では11世紀に入り本格的な武器としての発展を見る。11世紀の西欧では防具の重層化が進み、より強力な武器が求められるようになった。そこで硬い防具に対しても効果を発揮する。 打撃武器の開発が進む中、フレールも本格的な武器として発展した。金属での補強や穀物の総金属化、スパイクをつけるといった打撃力を高める改良が行われ、発展型として軽量化と打撃力強化を両立させたモーニングスターが生まれた。その後、より気平線に向いたパイクなどの武器が現れ、戦場の主武器としては用いられなくなっていった。 ただし、農具として使用され続けていたこともあり、補助武器や農民の武器として近代まで名脈を保っている。フレールのうち、差しのついた鉄球状のものは、多くの漫画や映画、ゲーム等で、中世の典型的な武器として扱われているものの、実戦での使用例についてはそれほど定かではない。博物館等に所蔵されている実物はそのほとんどが、 単なる美術品や構成に作られた模造品である可能性が指摘されている。絵画等には鎖付きの鉄球を武器として使用する兵士の姿が描かれたものがいくつか現存しているが、それらは全体的に騎士道物語や神話上の英雄譚を題材にしたものに偏っている。また武器の使用法を記した当時の指南諸島でも本来の形状である長いのフレイルは、 記述があるのに対して、モーニングスター上のものについての記述は確認されていない。こうしたいくつかの論拠から一部の研究者や武器愛好は、モーニングスタータイプのフレイルの存在そのものは認めつつも、戦場での使用については、懐疑的な見方をしている。中国では、小杖古今長いものを長小杖古今と呼び、その構造から南兵器として分類し、 その時代によく用いられた。また、日本の同じ長さのコンボをつなげた両節根や3本のコンボをつないだ三節根等、さらに節の多い多節根などもある。日本ではフレールは用いられなかったが、ちぎり器と呼ばれるモーニングスターに近い形のものがあり、噴動さなどフレールの系統である鎖物は登場している。ありがとうございます。